こうに行きます。まず反って縦を持ってきますね。そしたら伏せる線は上の2倍ぐらい、この右横からこの下を通ってきますね。この下を通って払っていきます。そしたらここを少し開けて子供の甲を描きますが、この長さの2倍ぐらいで縦を持ってきます。入って抜いていきますね。そしたら左を長く右を短くで止めます。